ウロボロス警察を再区ハガニアりたいは、神崎雄也による日本の漫画作品、及びそれを原作としたテレビドラマ。週刊コミックバンチにて2009年12号から連載されていたが、同志が2010年8月に休刊したため、2011年1月に同社より創刊された月刊コミックバンチへ移籍し、2017年2月号まで連載された。 休刊から創刊までの合間には、高校時代のイク夫と達也の再会を描いた外伝が、ウェブバンチにて3ヶ月連続で掲載された。単行本は、全24巻。通巻だが、週刊コミックバンチ連載文を第1部、月刊コミック、バンチ掲載文を第2部としている。第1部は、第1巻第8巻、第2部は、第9巻体となっている。第二部では、 週刊誌から月刊誌への移動に伴い、1話あたりのページ数は大幅に増加した。そのため、第9巻からはページ数はあまり変わらないが、収録話数は大幅に減少している。なお、サブタイトルはすべて漢字1文字で統一されている。古児であった小学生の龍崎ウキックオとダンノタは、この世で一番大切な人である、柏葉優子を 何者かに殺害されてしまう。逃げていく犯人の後ろ姿を目撃した二人は警察へ証言しようとしたが、金時計をつけた警察関係者に脅され事件は迷宮入りとなった。15年後、イクオは事件を隠蔽した警察組織へ復讐するために警察官となり、達也は事件の実行犯を探るためにヤクザの松尾組の組員となり、 ゆ子の死の真相を追う。実際の警察の役職及び階級と一部祭が見られる。例として、刑事部捜査一課理事官の竹野内や、捜査一課課長のエビ塚が刑事で、管理官の足尾が刑事生となっている。また、捜査一課課長、理事官ともに、役職上は管理官より上位ポストである。また実際の刑事庁刑務部に、監察課という部署はなく、 監察官の階級も通常警視以上であるため巡査部長のイクオや警部補の水木が就任することは不可能である。さらに現実の警察でゼロと呼ばれる部署や班が存在するのは警視庁ではなく警察庁の警備局警備企画課である。ウロボロスこの愛こそ正義のタイトルで 2015年1月16日から3月20日まで毎週金曜日22時から22時54分に TBS 系の金曜ドラマ枠で放送された。主演は生田東真と小栗旬生田は連載初期に漫画を読んだ時からこれは何としても映像化したいですねと希望していた。生田が行くを演じられるならば達也は 小栗旬に演じてもらいたいと、小栗本人に漫画を渡している。いつか絶対に実現させたいという幾多の熱意を感じた小栗は、演じることを了承し、オファーが来た時には、とうとう思いが叶ったんだなと思ったと述べている。第5話と第6話では、スペシャル企画として、出演者による副音声解説、裏バラスと本編とは別番組扱いで、 本編放送前1分間のスピンオフドラマが放送された。裏バラスでは、生田、小栗、そして司会進行役として、室津義がオーディオコメンタリーを行った。2回の実施で終了予定であったが、ドラマの見どころや撮影の裏話に加え、ドラマの内容から脱線したトークも話題となったことから、第8話以降も復活した。先の3名に加え、 第8話では、吉田洋、第9話では、吉田光太郎が加わった。また、最終話では物語に集中してもらいたいという、理由から、裏バラスは、番組の中盤で終了した。また、スピンオフドラマとして、第5話では、室津義主演の、室ボロスこの際だからやっとく感じ。第6話では、吉田光太郎主演の、光太郎スこの娘こそ、実施 が、関東地区のみで21時59分22時に、かけて1分間放送された。最終話では、関東地区のみ21時59分22時に、これまでのウロボロスを、本編とは別番組扱いで放送。生田東真と清志屋斎名の結婚が2020年6月に、報じられた際は、ウロボロス婚のワードで話題となった。 詳細な人物設定は、原作の登場人物を参照。本校では、ドラマ独自の人物設定を記載。ゲストキャスト名横の表記は、出演会。は、被害者、は、イクオと達也に成敗された人物。ウロボロスこの愛こそ、正義。に関するカテゴリー、ムロボロスこの際だからやっとく感じ。に関するカテゴリー、孝太郎すこの娘こそ、実施。 に関するカテゴリー、ありがとうございます。